友達のわわわ。先週に続いて今回も、私の29年来の先輩でもありお友達でもある久保田五郎さんにお越しいただきました。お邪魔してます。役者であり今は小唄の方に力を注いでらっしゃるということなんですけれど、もうハマりつつあるというか、なかなか上達しないんですけど、なんか最近はこれからの生き方のなんて言うんでしょう、スタンスを小唄の上にどっかり乗りたいぐらいの気持ちでいますね。なんか今日は鶴八鶴次郎という作品を稽古場で録音したのを聞かせていただけるわけですよね。はい、恥ずかしいんですけどね。小唄とお芝居っていうのは縁が深いみたいなんですけれど、お稽古場では五郎さんは役者でいらっしゃるから、お師匠はその五郎さんに合わせて芝居物なんかをいっぱいこうご指導してくださったりするんですか？いや、特別にその芝居物だけっていうことはないんですけども、いろんなのがありますからね。遊郭 の中 の, あのなんていうかそういうような小唄もありますし、もちろんあの芝居小唄もたくさんありますけどね。ただ僕の場合はそのお稽古してる時に、あなたあの俳優さんなんだからもっと感情を入れてやんなきゃダメよとかね、特にあの芝居小唄の場合はね、よくそれを言われますけどね。もっと感情を入れなさい、ただ歌えばいいってもんじゃないのよなんてよく言われちゃいますけどね。やっぱ相手に合わせていろいろ選んでくださるんでしょうね。それはありますね、やっぱりね。この人にはこれ、この人にはこれって多分あるんだと思います。五郎さんの長いお名前、はい、春日豊、はい、芝姫龍と言います、はい、っていうお名前ですよね、はい、でお師匠さんのお名前が春日豊。あの男性の場合は春日豊の豊は漢字なんですね。で女性の場合は春日豊の豊はひらがななんですよ。で春日豊芝姫と言います、うちの師匠は。春日豊芝姫です。お稽古場でね、その取った、今度は鶴八鶴次郎というのを聞かせていただくんですけれど、はい、ちょっとお稽古場がどこにあるとかお話しいただけますか？すいません、先週もちょっと お話しさせていただいたんですが、東駒形、浅草のそばのね、東駒形というところにお稽古場があります。師匠の電話番号また言っちゃいますね、携帯番号 090-9831-8735 です。うちのお師匠さんが何かやってなければ多分すぐ出てくださると思います。もし小唄をやるやらないともかくちょっと稽古風景でも見たいなっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと電話していただいて、FM 浦安のわわわを 見ましたと聞きましたと、で、ちょっと見学したいんだけどって言ってくだされば、心よくOK してくれると思いますので、どうぞ遠慮なく電話してみてください。僕も師匠の方に言っときますから。五郎さんは稽古風景見に行って即その場で入門というかお弟子さんになるのを決めたということですね。そうです。稽古風景って僕行った時にはね、稽古してなかったんですよ実は。僕もその辺 の, 事前のなんかこう調べがちょっと悪くて、ポンと行っちゃったところがお師匠さんしかいなくて、それでお師匠さんといろいろお話をして、でお話をしていく中でなんとなくお師匠さんに引き込まれてしまいまして、それでその場でもうお稽古も見ずにやりますと言っちゃいました。魅力のある方なんですね。そうですね、なんて言うんでしょう、優しいですね。とっても優しいですよ。なんて言うんでしょうかね、飴とムチ。ちょっとこう落ち込むとね、うまく引き上げてくれるからね、うまくお稽古ができてます。お弟子さんには男性の年配の方が多いんですか？僕これ実に驚きましてね、そうだろうと思ったんですよ。僕もじじいですけど、おじいちゃんとかおばあちゃんかなと思ったらね、とてもじゃない、もう若い人ばっかり。もちろん僕よりも年上の方いますけど、若い人ばっかりですよ。そうですか、驚きます。じゃあ華やいだ会とかありますよね、はい、年に何回か。はい、あります。年に2回あります。うちのお師匠さんは、今だいたい4月と、9月か10月ぐらいに1回ずつありますね。会にもね、聞きに来てくだされば、どんなことやってるのかとか、どんなお弟子さんがいるのかとか分かりますよね。そうですね、はい、はい、じゃあ鶴八鶴次郎についてちょっとお話を聞かせてください。はい、分かりました。鶴八鶴次郎というのはお芝居。そうです。川口松太郎って偉い先生がいるんですけど、この方の原作なんですね。でそれを審判が
お芝居にして、もうとっても大当たりを取ったお芝居なんでして、そこから生まれた歌なんですね。小唄でもね、いろんな歌があって、とか遊郭、吉原とかああいう遊郭 にいる人たちがそのお客とのことをちょっと愚痴っぽく歌にしたりとか、そういうのもあるんですよ。それからもう一つは芝居小唄、例えば歌舞伎小唄とか新派小唄っていって、そのお芝居の中から小唄が生まれてくるってやつもあるんですね。鶴八鶴次郎もそうで、芝居小唄ってよく言うんですけど、お芝居から生まれた小唄をね、これは新派小唄、新派が生んだ小唄なので、新派小唄の傑作と言われています。このお芝居見てないんですけど、新派の当たり狂言だから、たまにはやりますからね、やっぱり。本を読んでたり、新派のお芝居を見たり、これ映画にもなってるんですよ。映画にもなってますから、それを見ている方は大体この歌を聴けば場面を思い出すんでしょうけど、長谷川和夫の鶴次郎と、それから山田五十鈴の鶴八でしたね。いやー、よかったですよ、すごく。わからない方のためにちょっとかいつまんで、はい、ちょっとお願いします。いいですか。はい。明治の末から大正の初め頃のお話なんですね。鶴八鶴次郎っていう男と女の新内語りがおりました。その新内というのは、どう言ったらいいんでしょうかね。時和津とか、それから清本とか、そういう流れの中で語り物ですね、歌いながらこう語っていくんですけど、その語り物の中に新内っていうのもあるんですよ。そういう一つのジャンルなんですけども、そういう新内語りの男女がおりました。それで鶴次郎、これは男です。鶴次郎の歌、声の評判はとってもよくって、それから鶴八、これ女性です。鶴八の三味線も名人級と言われて、それで加えて当時としては珍しく男と女のコンビということもあって、大変な人気があったんですね。で、二人はお互いを好き合っていましたけども、芸熱心からどうしてもぶつかり合ってしまいます。で、鶴次郎は太夫という、太夫ってのは語り、歌い手ですよね。太夫という立場から、あるいは鶴八は鶴次郎のお師匠さんでもあった先代の鶴八の娘なもんですから、その二代目という意識で互いにどうしても譲れなくて喧嘩になってしまう。で、ある時その鶴八に料理屋の嫁にという話があったことから、鶴次郎は初めて自分の気持ち好きだっていうことを鶴八に伝えるんですね。それで二人は将来夫婦になる約束をします。それで鶴次郎は自前の寄席を持ちたいと考えておりましたが、資金が足りません。鶴八がその資金を自分を嫁に迎えたがっているひいき筋の料理屋さんから、その鶴次郎に内緒で借りちゃったことが知れてしまいまして、もう嫉妬って言いますか、やきもちもあって大喧嘩となって、とうとうコンビを解消してしまいます。その後鶴八のおとよはその料理屋の息子と結婚して、芸道好きな家族に囲まれて幸せな日を送ります。一方鶴次郎は一人になって人気も落ちて、バスへの席を回りながら、叫びたりで芸もすさんでいきます。何年か経ちました。鶴次郎を案じた昔の元番頭左平がおとよに、おとよってのは鶴八のことです、相談を持ちかけます。コンビを復活して名人会のに出演してくれないか、6日間だけ鶴次郎を助けたいから涙がらに頼み込みます。鶴八は芸道に理解のある夫の許しを得て承諾します。コンビを復活した鶴八鶴次郎は久しぶりの評判を呼びます。鶴次郎は苦労のせいか悪が抜けて渋みが出たと言われ、鶴八自身も親代々の芸人の血筋からもう心の底から吹き出す熱いものを感じていきます。さて公演は残すところあと1回だけという時に、なんと今度は帝劇に出演しないかという声がかかります。ではその部分の2人のやり取りを聞いていただきましょう。そりゃどうもありがとうございますが、出るにも出ないにもこんなありがたいお話はございませんけれども、次郎さん、私だったら大丈夫よ、出られますよ。出られる？一応うちの人に許しを受けますけれど、いいというに決まっています。電撃の舞台を踏めるなんて芸人
料理ですよ。しかし、きっと出させていただきます。必ず出させていただきますから、よろしくお願い申します。バスへの寄せに落ちぶれた新内語りにとって、帝国劇場のヒノキ舞台は一世一代の晴れの場所だ。何を躊躇することがあろう。次郎さん、こんなありがたい話は二度とありはしないのだから、一生懸命にやろうじゃないか。私にはありがたい話だけれど、お前さん出られるかい。もしうちの人が行けないなんて言ったら、本当に私は離縁を取ってくる。またそんな。いいえ、本当に私はそう思っているんです。親子代々の芸人なんだから、堅気になろうと思ってもなかなかそうはいかないのかもしれない。カエルの子はやっぱりカエルなんだ。旦那さんに面白くないことでもあるかい。うちの人に不平はありはしないけれど、3年ぶりに舞台へ出て生きがいのある芸の仕事に私はもう一度惚れ込んだ。次郎さんの脇に並んで三味線を弾いてる気持ちは、堅気の奥様で暮らしている女にはわからない。難しい言葉で言う芸の魅力、この5日間の間に忘れていた芸人の血が私の体中を巡り出してしまったんだよ。いっそあのまま忘れていたら、生涯堅気の奥様で終わったかもしれないけれど、今となってはもうダメのような気がする。本当にダメのような気がする。芸の中に生まれて芸の中に育ったんだからね。堅気になったのも自分から進んでいったんではなくて、物の弾みだから、あれは次郎さんが悪いんだ。もうそのことは言わないでおくれ。本当に本当に私はあの人と別れようよ。帝劇へでも寄席へでもどこへでも出ようよ、次郎さん。そしたら今度こそ私は次郎さんを離さないつもりだ。鶴次郎はもう返事をしなかった。初日には七部の入りだった名人会が、楽日には大入り満員となりました。名人会の6日の間に3年前の人気を取り戻したのですが、最後の夜の公演が済んだ後、はしゃぎ切った音よを前にして事件が起こります。音よさん、ちょっと三味線を貸してください。三味線を？どうもあそこがおかしかった。初日の時にも変だと思ったが、今日もやっぱり行けなかった。どこがいけなかった？木遣りだよ。あそこがどういけない？どうってまるでいけないね。まるで？むっとして音よは鶴次郎から三味線をひったくった。はあ、こりゃこりゃの、はあと出る声の弱さだ。あんな弱い声じゃこっちが乗っていかれない。乗るにも乗らないにも、あそこのところはすぐに私のセリフへ続くんだから、弱かろうが強かろうがそっちの知ったことじゃない。私一人のところだ。お前さんに関係はない。それがお前の了見違いだよ。たとえこっちへ渡すところではないにしても、芸は粋だ。一箇所がまずければ気持ちで響いてくる。まずいって？まずいとも、まずすぎる。はっきり言いやなってねえよ。3年やらずにいると何を言っても芸は落ちる。三味線を握りしめた音よの両手がブルブル震え出していた。芸にかけると嘘の言えない鶴次郎が言いたい放題。真っ青になった音よがもう口も聞かずにさっさと支度をすると、千秋楽の挨拶も交わさずに楽屋を出ようとした。もうごめんだよ。次郎さんがバスへの席に落ちぶれているのを助けてやってくれと言うから出てやったんだよ。私が出たからこそ名人会の看板にも載ったんだ。いわば恩人じゃないか。
それをなんだ、なんだ一体。手前味噌もいい加減にするがいいや。二度と再び出てやるもんか。帝劇だろうと歌舞伎だろうと、恩知らずの畜生とは金輪際一緒にはならないよ。聞こえよがしの大声に怒鳴って、おとよは楽屋のはしご段を駆け下りた。何事かと驚いている楽屋番も尻目にかけて、鶴八は待っていた自動車に乗り込んでしまった。以来おとよはもう誰にも会わなかった。さて、こういうね、事件が起きちゃうんですけど、その豊八のそのおとよにしてみれば怒るのは当たり前ですよね。だって千秋楽ですからね、うん、僕らだって千秋楽だとみんなお疲れ様、どんなことがあったってお疲れ様ってねぎらいますよね。一番気持ちが高揚してる時ですもんね。そうですそうです、うん、でそれがこういうことあったんですね。そしてその夜なんですけど、鶴次郎は番頭の左兵にもう散々言われます。鶴八の芸がまずいからってあんな言い方はないだろうと散々たしなめられます。そして鶴次郎が自分の本当の気持ちを打ち明けるラストシーンにつながります。12時に近い夜更け、上野の裏ぶれた飲み屋で左兵衛と鶴次郎が差しで二人とももういい加減に酔っていた。鶴八への仕打ちを咎める左兵衛に、まずくはねえんだよ、まずいところじゃねえ、鶴八は名人だ、これから先女の芸人であれほどのやつは決して出てきゃしねえ、あら嘘だ、心にもねえ嘘を言っていたんだ。寂しそうに言って鶴次郎はぬるくなったチョコを口元へ運んだ。呆れて左兵はまじまじと鶴次郎を見つめるばかり。3年前の新富座で俺は鶴八と喧嘩した。木槍の受けがまずいと言って今日と同じ喧嘩だったが、3年経った今日の木槍のところじゃ、すさんだ俺の語り口よりおとよの方がはるかに上手だ。あいつの方が芸は上だ。本当のことを言えば全く感心しちゃったんだ。だがああでも言わなきゃおとよはまた芸人に逆戻りする。亭主がいけねえと言ったら離縁を取って舞台へ出る。おとよは俺にそう言うんだ。左兵衛、落ちぶれた3年の間に俺はしみじみと芸人が嫌になったんだ。長い盛りのある仕事じゃなし、盛りを越した芸人の惨めさはまだ鶴八にはわからねえ。俺にしたってあいつが芸人に戻ってくれりゃ昔の人気を取り返すうぬぼれはたっぷりあるが、盛りを過ぎた先を思えば目先の出世は目に見えても生涯の幸せにはならねえじゃねえか。せっかく松崎という立派なご亭主を持って黙っていれば生涯奥様と呼ばれて暮らせる身の上の鶴八だ。女にとってこれ以上の出世はねえ。芸や人気が何になる。盛りの短い目先の欲で可愛い女の生涯を踏みつけることはできねえ。おめえも知ってるだろ、ほらおとよの他には惚れたことが一度もねえ。つまらねえ口喧嘩から別れ別れになってはいても、ほら未だにおとよに惚れている。芸がまずいと言ったのも覚悟の上で仕組んだ芝居だ。あいつはもう生涯舞台へは出なかろう。松崎の奥様で幸せに死ぬだろう。それが何よりだ、何よりの出世だ。左兵衛、おめえそうは思わねえか。そう思ってはくれねえか。左兵衛はかすかにうなずいてテーブルに目を落としながら、わかったよと小さい声でつぶやいた。6日間の名人会が俺と鶴八の死に花だ。俺はそれで本望なんだ。どうせ
俺一人じゃ誰も構っちゃくれなかろ。なに、流しをしたって食うには困らねえ。女と違って男一匹だなあ。サフィ不景気な面するね。飲みねえ、さぐっと開けて。姉さん、熱いやつを2本ばかり固めて持ってきてくれ。飲もうさげ。だからよ、今夜は景気よく飲みつぶるだい。明日は明日の風が吹くよ。姉さん、この辺りはいい女の流しは来ねえか。え、信頼の流し。信頼はいけねえ、あいつは俺はデイケーだ。見るのも嫌だ。おめえも綺麗だったよな。見合わせて寂しく笑った二人の目のうちにはまたもや涙が湧いていた。吹きすぎる夜風に降り見降らずの雨がパラパラと看板をたたいて通った。心して我から捨てし恋なれど、せきくる涙耐えかね、憂さを忘れん杯の酒の味さえほろ苦く。心ください。マリと友達のわわわ。